はい、サポート行政書士法人の三部です。製造業の許可についてどれだけ期間がかかるのかとか、そのあたりについて、山田さんの方からご説明させていただきます。はい、担当の山田です。薬事法に関する製造業の許可を取るにあたっては管轄が都道府県になってきます。基本的には申請をしてから1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで許可がされるのですが、必ず申請をした後に、都道府県の担当者による実地調査がありますので、それに対して準備していくことも必要です。またもちろん申請までにはいろいろ書類を準備したりとか、もちろん倉庫の準備も必要になってきますので、その前から事前に準備していく必要があります。ありがとうございます。そういった事前のサポートから弊社の方で担当させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。